はい、どうも、グリドットでございます。本日もね、FIFA の転売日誌、始めていきたいと思います。ピケを買いすぎて、ピケがなくなったら、精神不安定になりそう。いや、マジでね、もうピケをね、相当買い込んでしまって、なんかたまに SBC とか使って、どんどん減っていくのに見るにつれて、かなり精神不安定になっていきます。というところで、まあ、サムにあった、これですね。これに行く前にまず結果報告からいきたいと思います。はい、ということで結果報告なんですけども、まあね、 Y の転売だったりとかいろいろありました。その中で私大体35万ぐらい手に入りました。いや、ほんともっと一撃で100万ぐらいとか稼ぎたいんですけど、私の資金ごときじゃそんなんじゃ無理らしくて、わかんないですけどね、わかんないですけど、はい。で、一つはね、ずっと前から言っていたヘッドライナーっていう部分。まあ、今日のサムネにもある通り、まあ、これに話は今後していきたいとは思うんですけど、このヘッドライナー、まあ、ラフィーニャとロサーノかな、そこはね、大きく当たったっていう感じがございます。ほんでね、もう一つ、YKでね、俺、ここにしようと思って、高額転売、高レート転売をね、やろうと思って、ピケを買ったはいいものの、若干ね、前の予想が外れたというか、ピケがどんどん下がって、まあ最終的に今、上り調子上がってっているっていう状態ではあるんですけども、まあちょっとまだピケ売り切れないかなとは個人的には思っています。はい。とりあえず今後ね、SBC で高レートのやつが何個も出てくると思うので、そのタイミングでピケはもっと上がるとは思っているので、そのタイミングでまあ3万超えたあたりぐらいで売ったら、まあ利益が出るかなとは思っています。だいたい150万ぐらい使っちゃったな、ピケで。まあね、それが200万ぐらいになったらいいかなと思いつつね、やっていければいいかなと思います。というところで、サムであった転売、紹介していきたいと思います。はい、ということで、ヘッドライナー選手の中で、ローコストでこういうことが、転売ができるよってところをね、紹介していきたいと思います。割とね、ヘッドライナーってなんか、リスク高いんじゃねえか、みたいな話があるんですけども、すごい低い情報感、すごい噛んでるけど、見つけたんですというか、前も言ってたんですけど、割とね、それがね、当たってるという感じで、今回ね、真実を言えるかなと、真実というか、まあ予想当たってるから、いけるんじゃないかっていうことを紹介していければなと思っています。はい。ということでね、まず、まあヘッドライナーは何なのかというね、おさらいをしておきますと、まあ TOTW とかね、好調パフォーマンスのカードが出ると、それにプラス1された状態で常にアップグレードされていきますよ。で、それプラス、現状試合で4連勝するとね、プラス2になるよっていうのが、まあ、このヘッドライナーのカードとなっております。まあ、で、狙っていきたいっていうところがですね、この国内リーグのシーズン中にクラブが4連勝するとっていうところで、まあ、4連勝ね、した上で、アップグレードするよっていう選手を狙ってね、転売していこうっていう。ところを狙っていく話になります。はい、はい、まずとりあえずどういった転売をね、このヘッドライナー切った方がいいのかっていう話をするとですね、まあ、まず一つは、まあ、底値で買ってずっと持っておくっていう方法、まあ、これはまあ一勝目というかまあというところではあるんですね。まあ、こっちじゃないです、今回はこっちじゃなくて、どっちかっていうと2連勝した後に買って、すぐ買って、そのね、次の3試合目が、ね、3連勝を目指す試合前に売る、もしくは3連勝した後に買って、まあ4連勝を目指す試合前に売るっていうとこをする転売となります。はい、でこれがなんでそういうことするのっていうのは、この後ちょっとね、理由みたいなのを含めて紹介していきたいと思います。じゃあ早速見ていきましょう。はい、ということで考察していきたいと思います。まあこれはね、割と、まあ、自分も転売成功してるっていう部分もあったりとかして、まあ自分的には硬いかなというのは正直思ってはいるんですけども、こういったヘッドライナーのベンゲルですね、もうこの選手はもうアップデートは完了しているんですけども、まずこの選手見ていきましょう。でですね、モナコは今年に入ってから絶好調で、今5連勝かな、6連勝とかしてんのかな、もしかしたら 6連勝ぐらいしてるかなっていうぐらい、めちゃくちゃ絶好調ではあるんですけども、まず、今年に入ってヘッドライナーが始まって1月7日ですね、1勝目1月7日、まあ底のですね、これを見る限りもかなりの底で、1月7日の時点では86万っていう感じでございました。でそこから2勝目1月10日ですね、1月10日1月10日かな、うん、86万から9、まあ90万
ですね。4万ぐらいしか変わらないですね。4万ぐらいしか変わらない。っていうところで2連勝。ここで2連勝しました。で、この2連勝から3連勝を目指す間ですね。見てほしいんですけど、まあ、16日が3連勝したところではあるんですけど、ここ、15日から16日にかけて、大幅にバッターは上がってますけども、どちらで見てほしいのは、16日に行くまでの間ですね。10日90万です。ですよね。で、そこから15日になったら10万ほど上がってるんですよ。11万ぐらいほど上がってるんですね。で、それプラス、多分16日に試合があったということではあるので、試合前、まあ2時間か3時間前ぐらいになるとすごい跳ね上がる傾向があるので、もしかしたら、この段階ではもう118万っていう感じになってるんですけど、110万ぐらい、もしかしたら行ってたのかもしれないです。っていうことを考えると、もしかしたらね、20万ぐらいね、差分を埋めるんですよね。このローリスクで。うん。ローリスクで。別にこの試合の結果が左右されずに、これぐらい差分を取れるっていうことがわかるんですよ。はい。で、それプラス16日から、4連勝を目指した試合ですね。TOTW で選ばれるっていうもので上がってる部分もあるとは思うんですけど、まあ、すごい異常な上がり方かなとは思います。で、16日から、次は24日ですかね。3連勝目が118万ってところから140万ぐらい。もう23日はもう試合始まる前日で145万になってもう20万ぐらい差分生んでますよね。っていうことが分かるように、まあ、この間を狙った転売が非常にね、熱いんじゃないか。まあ、儲けられるんじゃないか。まあ、Y 終わってからではもうこのヘッドライナーっていうのすごい熱いんじゃないか。硬いんじゃないかっていう、個人的な予想はしています。ただもうベンエネルに関しては、もう4連勝しているので、まあ、正直そこまでは上がらないのかなとは個人的に思っています。まあ、ベンエネルだけだとね、ちょっと不安があるというか、本当にそうなのっていう人もいるとは思うんで、違うやつ見ていきましょう。はい。で、一つお勧めしたいのがムヒタリアンですね。ローマのムヒタリアンです。まあ、この前 TOTW に選ばれたっていう部分はあるんですけども、私これ買ってました。今週。今週って前、前の週か。前の週買ってて、はい。10枚ぐらいかな。40万ぐらい買ってました。はい。だからそこで20万ぐらい儲けれたっていうのがちょっと熱かったかなっていうのは個人的には思ったりしてます。ムヒタリアン。で、一応ローマが1月23日に1勝目。ここかな。うん。そこから2月1日。ここで2勝目が4万2000なんですね。ここが4万2000。で、自分はここで勝ってたんですよ。で、プラス、まあ、すごいここから、今日かな。昨日かわかんないですけど、2月7日。に、もう、ユベントスで負けたんですけども、それまで異常な上がり方。TOTW に選ばれなくても、だいたいヘッドライナーのこういう選手は、だいたい1万ぐらい。だいたいね、なんか 30% ぐらいの値上がりがするんですよ。2勝目から3勝目の間に。はい。で、たまたま今回は、このムヒタリアンが TOTW に選ばれたっていうところで、水曜日かな？水曜日に選ばれたってところでめっちゃ跳ね上がったんですね。だから、こういった部分を狙えるっていうのがあるから、だから2勝目から、3試合目の間、もしくは3勝目から、4試合目の間っていうのを狙うのが非常に、ね、俺的に熱いって思ってます。しかも硬い。で、TOTW に選べたパターンだとすごい跳ね上がるし、めちゃくちゃ俺いいと思うんですよ。この転売は。うん。ムヒタリアンとか本当に皆さんノーマークで4万2000ぐらい。もうずっとそこね、2勝目しても、2勝目した時が本当に4万2000ぐらいで、自分も4万2000ぐらいそこで買えてたので、これがすごい非常に熱いかなと思ってました。うん。これのおかげで本当に20万ぐらい、俺、売れたからね。20万ぐらい。という感じで、一応ね、他の選手も、一応もう一選手ぐらい見ておきましょうか。はい、ということで、もう一人紹介しておくと、ラフィーニャですね。まあ、これも自分が買っていた部分ではあるんですけども、パリ・サンジェルマンはね、3連勝とか4連勝かけた試合で負けたともう値は下がっちゃってるんですけども、で、パリ・サンジェルマンですけども、1月10日ですか、1月10日、どこかな、これかな。1月10日3万6000円というところで、流れられていて、1月17に2連勝目かな、3万2000円、2連勝目しました。で、そこから一応1月23日が、3試合目なんですけど、3万2000から4万ぐらいまで跳ね上がってます。まだ8000ぐらいですよね。跳ね上がってます。で、そこから、31日に負けちゃうんですけども、4連勝をかけた試合かな。負けちゃうんですけども、そこに行く前日までで5万5000まで跳ね上がっていました。で、そこで、まあ、31日に負けてどんどん下がって、今は4万に戻っているっていう状況ではあるんですね。
なのでまあこういったラフィーナとかもね、またね、あの3連勝とか4連勝あのかけた試合になっていくとしたら、すごいね、熱いんじゃないかなって個人的には思ったりはしています。はい、ということで最終的なヘッドライナーのおすすめの選手紹介していきたいと思います。はい、ということでまず1人目紹介していきたいと思います。まずラフィーナですね。さっき紹介しましたラフィーナですと。この選手はね、パリサンジェルマンというところでのビッグクラブプラス、まあ、すごいね、今後も勝っていくだろうっていう部分はあるんですけども、一応今1勝していまして、で明日5時、まあ朝の5時かな、8日の朝の5時にマルセイユと戦います。はい、でそこで2連勝した後に買えばいいかな、すごい上がるかなと思って自分はちょっと狙っています。もし明日ね、朝の5時に勝ったっていうのを分かれば、私はこのラフィーナ全力で勝ってもいいかなっていうのは個人的に思ったりはしています。というところで、2人目いきます。はい、ということで2人目がね、クリスタルパレスのザハですね。クリスタルパレスは直近で2連勝していまして、で2月9ですね、火曜日朝5時に3勝目をかけた試合になると思います。でその3試合目、まあこういうザハ選手、まあ上がる、ちょっとずつ上がってはいるんですけども、その3試合目勝利した後に勝ってもいいかなっていうのは思っています。はい、まあ、そこら辺もねちょっと注目していってください。はい、で次はライプツヒのフラデスキーですかね。でライプツヒに関しましては、昨日2連勝したんですかね、昨日2連勝して、はい、2連勝目を挙げまして、次の13日土曜日に、まあ、3連勝目をかけた試合ということにはなっています。で徐々にね、今上がり始めてはいるんですけども、まあ、1回そこなんかわかんないですけど下がって、多分1回みんな売り出したんですかね、多分市場に出して売り出したんで、で売り出して、でちょっと一瞬下がっているんですけど、俺はもう1回上がるとは思ってます。はい、もう1回上がるとは思っていて、まあこれもね安いし買っても全然いいかなと思ってます。でライプツィヒが3連勝かけた試合ってなるので、まあ2連勝から3連勝かけた試合、まあその間の差分でね、今日買えば多分ね、あの利益自体は埋めるかなとは思ってます。でライプツィヒでもう一人紹介したいのはウパメカーノですね。まあこれも同様ですね、ウパメカーノもね、あのどんどん上がっていってる状態ではあって、ウパメカーノに関しても、まあ3連勝かけた試合、まあ2月13日に3連勝かけた試合になるまでどんどん上がり続けるかなっていうのは個人的に思っていますので、これもありかなとは思っています。はい、ということで5人目ですが、フランクフルトですね。ヒンテンスタンガーみたいなやつですね。はい、フランクフルトも直近では2連勝していまして、今日ですね、23時半に、3連勝目をかけた試合になります。で、まあ、3連勝した、もし分かったら、その時点でも買ってもいいかなっていうのは、個人的には思ったりはしています。はい。で、ラスト、まあ、テオヘルナンデスですね。テオヘルナンデスは、ミランに関しましては、1勝していまして、で、今日、23時から2連勝かけた試合になると思います。でね、まあ、フランスでっていうことで、まあ、ケミは合わせやすいってところで、まあ、どんどん跳ね上がっているはいるんですけども、どんどん上がってはいるんですけども、まだ1勝っていうところで、まあ、2連勝した後は多分ね、もっと上がっていくような、俺、イメージはあります。使ってる人めちゃめちゃ多いので、2連勝した後は期待値上がりで多分どんどん上がっていくかなっていうのは個人的に思ったりするので、テオヘルナンデスもおすすめかなと思います。というところで、まあ、自分はね、ラフィーニャ、ライプツヒら辺の選手をちょっと買い漁ってみようかなっていうのは個人的には思っているので、皆さんもね、この動画参考にして、転売生活を潤えればいいかなとは思います。というところで、この動画、もし参考になれば、高評価とチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。